皆さん、はじめまして「ジャパン・ルネサンス」にようこそ「オンチャンネル」は日本文化再興を目的とした放送番組です「オンシリーズ」は日本の歴史を概説したものです第7回は室町安土桃山時代紀元1336年から1573年の解説です 鎌倉時代天皇家では上皇同士による皇位継承もをめぐる内紛が起こり呉福佐上皇の寿命院党と亀山上皇の大家口党に分かれて争いが続く中寿命院党の後醍醐天皇は平安時代のような天皇政治の復活を試みたそして後醍醐天皇の息がかかった楠木正成が元皇2年1332年放棄する。 この放棄に対して鎌倉幕府は10万の大軍を送るが山にこもる1,000名足らずの楠木正重軍を撃ち落とすことができなかったそうこうするうちに派遣軍の中で内紛が起こり日大房だが放棄鎌倉幕府を滅ぼしてしまうその後後醍醐天皇は京都で新政建武の中高を始めたがその論考をめぐって今度は芦川高氏が放棄し 港側の戦いにおいて、日田義貞軍を破り、五代五天皇から孔明天皇、北朝に禅定させ、丸町幕府を起こした。しかし、五代五天皇は権力を諦めず、都を降りて南朝としてその勢力を保持した。丸町幕府、足川義満は明徳三年、1392年に南朝と和解し、天皇は北朝の後光松天皇 に即位させた。こうして足利義満は室町幕府として盤石の基盤を固め、正夷大将軍となって日本全体を統治することになった。この政権も義則に移ると、その強,強引な手法義満時代の復興を目指し、幕府強化、九州、関東の制圧、遠暦寺の復刻等を行ったが、煩いし、守護大名が反発。義則は忙殺される。 こううして幕府の弱体ががみ、全国でまた一が頻発するようになる。よにな義満は政治に飽き妻の日野富子守護大名の細川勝元山野宗全らに任せ隠居してしまう義満は文化面では和びさび文化東山文化の情勢に大変貢献したその後日野富子の実権の政権下で権力争いをしていた山野宗全と細川勝元が京都で衝突あの天下の 騒乱応仁の乱のが始まるその後11年間にわたる勝者敗者がわからない長い戦が続き社会体制が崩壊地方の守護大名が次第に力を持ち始め公家の荘園が奪われて朝廷の力は弱体化世に言う下克上の時代が始まった芦川政権は細川政権に移るが全国を統治する力はなく地方は下克上の軍用割拠の状態に陥る。 この中から16世紀半ばから後半にかけ、戦国大名が登場してくる。北条織康、武田信玄、上杉謙信、斉藤道三、伊達政宗、毛利元成、長坂部元近、島津隆久が主な戦国大名である。京都を支配したのは三好長慶であるが、その家臣によって足利義輝が暗殺される。怒った足利義光は、 三好家討伐の激を全国に飛ばした最終的にこれに応じたのが岐阜の織田信長である永禄十一年1568年信長は上落し三好三人衆を四国に追い払い義明を十五代将軍に擁立して政治権力を握るがその後義明と対立京都から義明を追放する信長はその後全国平定に向かうが天正十年1582年

全国を平定した秀吉は大航検知と呼ばれる検知を行い正確な日本の国高を把握したまた戦乱を終わらせるため不属農民から刀を取り上げた刀狩りである民政福を企む秀吉は二度にわたり十数万の大軍を朝鮮に送る文禄の駅天正20年1592年から慶長の駅慶長2年 1597年より明立朝鮮軍を圧倒したが秀吉の突然の死によって中止された秀吉の死後合議制で政治を運営したが大老の徳川家康と奉行の石田三成が対立する慶長5年1600年三成は他の大名を巻き込み徳川家康討伐軍を編成し挙兵する西軍これに対して家康も挙兵し東軍 杉原に両軍合わせて15万以上の兵が戦った戦いはわずか半日で終わり家康の勝利に終わる西軍の大名たちは処刑され慶長8年1603年家康は正義大将軍に即位し江戸幕府を開く残された豊臣家は大阪府冬の陣大阪夏の陣を通じて家康に滅ぼされた被害は江戸時代です。 ではまた会う日までまた会える日までさようなら。